歌にうまいとか下手だとかそんなのは関係ない。彼らの共通点、それは全員が65歳以上、何より歌うことが好き。それで引き寄せられるように集まったクールで活かしたボーカルグループ、ワンボイス。この日は那覇市沖江通りにあるジュンク堂書店那覇店店長からのオファーで、おじいとおばあの沖縄ロックンロール発売記念トークライブが実現した。これまで話す機会のなかったメンバー8人が壇上に上がり、ワンボイスに参加したきっかけからプライベートな話までメンバーのエピソードに大笑い、そしてなんとサイン会まで。緊張しながらも嬉しそうにペンを走らせていた。そしてちょうどその日はジュンク堂前広場で行われた点灯式にも参加させていただき、ステージを盛り上げた。銀河狂いそう、歌を通して集まったメンバーだが、出会ってまだ1年足らず、これからどんな歌を届けてくれるのだろう。一つになって熱唱する姿はまさに。ワンボイスのデビューまでを綴ったおじいとおばあの沖縄ロックンロールは各書店コンビニで。歌に向き合うワンボイスからまだまだ目が離せない。